お願いします。今回、まあ、出演していただくにあたって、はい、多分ね、その皆さんが今見たいものっていうのは多分ご自身よく分かってる。ああ、そうですね、はい。それを踏まえた上で今回はどういう感じで話を進めていこうかなっていうところなんですけど。そうですね、まあ、今回はまあ優勝したらやろうかなと、優勝までちょっと取っておこうかなと思ってます。はい。あ、まあそうですね。はい。優勝できるように見守っていただいたらお願いします。疑問に思っていたことが。はい。あれってまあ、パチンコの演出じゃないですか。そうですね。だって激アツの状態なんですよね。そうです、そうです。勝った後にするやつじゃなくて。あ、まあ確かに。いや、まあでも最初にやったのが結構中島修二と大村ルーキーで、まあ、ノリでやったんで、そこまで考えてなかったですね。その時、まあ、篠原誠也とかいたんですけど、これやばいよみたいな、お前叩かれんじゃねえとか言われてたんですけど、終わってみたらとんでもないことになってて、あそこまでなるとは思ってなかったです。 Twitter のフォロワー数とか増えたんじゃないですか。倍以上になりました、ね、はい。そんな増えたんですか。そうですね。でやってよかったですね、これ。そうですね、はい。もうパチンコは最近全く打ってないですね。はい。そうですね、暇な時とか練習終わりとかに行ったりはしてたんですけど、最近はもうパチンコ屋に行くことっていうか、パチンコ屋に近づくことすらなくなっちゃって、やっぱりスロットの方がちょっと出づらくなってきて、それで少しやめちゃったって感じですかね。レースに集中したいとかするわけではない。あ、そうですね。休みの日最近自炊してますね。はい。まあパスタとかがまあ多いですけど、鍋とか。最近は何ですかね。最近なんだろう、やったの全然思い出せないです。ちょっとこれで取れたかどうか大丈夫なのかなっていう心配はあります。ああ、どうだろうな。難しいですね。あまり恥ずかしいこととかはないんで、別に高畑式みたいににゃんにゃんが恥ずかしいとか、まあ、そういうのはないんですけど。一旦にゃんにゃんですか。そうか。確かにいいのかなそれで。あ、もうまたね、ブサイクだのなんだの言われるんですよ。結構ね、ブサイクだけは傷つくんですよね。やっぱり下手くそとか、まあ、お金かかってるんで、もうそれは期待されてる印だなって思うんですけど、ブサイクだけはちょっと親に失礼だなと思うんで、それだけはちょっとDM とかやめてください。わかりました。まあ、そのじゃあ、キキさんのやつ見てあんまりできてないなってことですよね。恥ずかしがってるなっていうところが。そうですね、まあでも多分男性ファンの方はそれがいいんでしょうけど、若干ちょっとセクシービデオの導入みたいになってましたから。そうですね、ちょっと見本見せましょう。あった方がいいですか、これ。にゃんにゃん。やっていきたいっていうか、まあつまんないよりか面白い方がいいかなっていう感じですね。はい。何したら面白いですかね。使えない話とかした方が面白いですかね。多分ピーヨン入りますけど大丈夫ですか。その後に全然でも余裕で使える話といえば、今日は前田ツインズの誕生日ですね。それぐらいです。そうですね、まあ、同期にはね、 G1 取った末永とか、それこそ前田かけるとかいるんですけど、ぜひ佐藤浩も応援してください。お願いします。いや、一応サムネイル用にユニコーンだけして、それで再生回数稼ぎしようかなと思ったんですけど、じゃあもう動きなしで顔だけ作って、顔だけでもう勝ち釜ポーズということにして、
行きましょう。はい、立ちかま大丈夫ですか？目、白目向いてないですけど。白目ねやっぱインパクトがあった方がみんな見ると思うんですよ。まあ、でもそこまで行くと今度やっぱ男子生の方に怒られちゃうんで、結構言われるんですよ。回数が足りないとか、もうちょっとちゃんとやれたの。ガチ勢の方に言われちゃうんで、まあこれぐらいがちょうどいいのかなと。あ、わかりました。